P-30、PB-2P-30、P-30 PB は、コンソリデーテッド社製の1930年代のアメリカ陸軍航空隊の複雑戦闘機。元は、デトロイトロッキード社が YP-24 として開発していたが、会社の倒産によって、コンソリデーテッド社が開発を継承した。後に、複雑追撃機に再分類され、 pb-2 の名称が与えられた。yp-24 デトロイトロッキード社は陸軍航空隊の試作発注を得て社内名称 xp-900 を開発した。yp-24 として1931年9月に初飛行した当機は最高速度実測 346km を記録し、 複雑戦闘機にもかかわらず、単雑戦闘機よりも優れた高速性能を示した。その後 IP-24 はテスト中に墜落してしまったが、性能に満足した。陸軍航空隊は評価試験機として、戦闘機型 Y1P-24 と攻撃機型やマイナス9をそれぞれ5機ずつ発注した。しかし、YP-24 墜落から1週間後に、 デトロイトロッキード社の親会社であるデトロイトエアクラフト社が倒産してしまい Y1P-24 および A-9 の製造計画は破綻した Y1A-11 その後コンソリデーテッド社に雇用された当機の設計者であるロバート・ J ・ウッドは Y1P-24 を改良したコンソリデーテッドモデル25という設計案を示し Y1P-24 計画続行を望んでいたアメリカ陸軍は1932年3月にモデル 25Y1P-25 25として2機発注した12月に完成した機体は主翼を全金属製としたため YP-24 と比べて重くなったが新たにハイキタービン化球機を搭載したためテストでは10%近く速度が向上した しかし、翌年1月のテスト中に、両機とも空中分解事故を起こして失われた。A-11 事故から2ヶ月後、陸軍は、事故の反省から、機体の強度を上げるなどの改良を施した、P、P-30A-11 を各4機試験機として、発注した。1934年1月からテストに入り、 P-30 は12月に正式採用されて P-30A として50機が生産された。生産途中で命名法が変更されて複雑追撃機のカテゴリが新設され、当機も PB-2A に解消された。しかし、高速軌道による振動で鉱石重視は頻繁にブラックアウトしてしまい、高速性能と 複座戦闘機の両立が難しくなったため、陸軍航空隊は複座戦闘機の運用を疑問視し、当期以降複座戦闘機は夜間戦闘機を除き製造しなくなった。エンジンを V-1570 から乾燥した機体がそれぞれ計画されたが、いずれも発注されなかった。 yp-24y1p-25p-30a。ありがとうございます。